近海のありかも聞かせてもらうけどよ、ずっとあんたには言いたいことがあった。本当はな、あんたをアシリパさんに会わせたくねえよ。あの子はアイヌを殺して金塊を奪ったのっぺらぼうが本当に父親だったらと怯えていた。どうして小丈部アスコの和名を土方歳三に教えた。どうしてアシリパさんを巻き込んだ。未来を託すためだ。アシリパは山で潜伏しゲリラとなって戦えるよう仕込んだ。私の娘はアイヌを導く存在となる。アイヌを導くだって。アイヌの独立運動にアシリパさんを利用する気か。あの子をアイヌのジャンヌダルクにでもしようってのか。どうした、こっちは遊び足りんぞ。アリサが閣下の坊やに挨拶しろ。あの子を俺たちみたいな人殺しにしようってのか。あんたらの大義はご立派だよ。誰かが戦わなきゃならないかもしれん。でもそれはあの子じゃなくたっていいだろ。アシリパさんには山で鹿を取って脳みそを食べてチタタプしてヒンナヒンナしていてほしいんだよ。俺はシサムよ、あの子に随分と仕込まれたようだな。アシリパ、お前の父親か。どうなんだ。お茶だ。間違いなくウイルクなのか。アシリパさん、どんな顔してる。ウイルカが撃たれた。